はい、どうも皆さんこんにちは。あれもう土曜日かと、やっぱり年を取るとなんかこう一日一日が過ぎるのがもうめちゃくちゃ早く感じます。この調子で2020年もあっという間に終わってしまうでしょ。土曜日曜俺御用クラクラチャンネルのケスケ実況のケスケです。ブーということで、いやいや、ケイスケもね、今年でね、もう34になりますからね、今33歳なんですけどもね、34になるんですけど、やっぱりほんとね、一日一日がね、もうあっという間に目ぐるましく過ぎていくなっていう、そんな気になってきますよね。で、そんなね、ご用されそうな私ケイスケね、今日はね、何をお送りするかと言いますと、最近ね、レジェンドリーグのアタックでもうイエティ編成ばっかりやっててね、ちょっと飽きちゃったのよ。もう飽きちゃったのよ。でね、なんかいい編成ないかなって言うたとかね、ジョーカーさんとかアイスさんね、動画を見ていたらね、こうジョーカーさんがね、こちらの編成紹介してたんですよ。こちら。はい、クイヒーのディガホグ編成ですね。こちらね、まあ見ていたらですね、まあクイヒーパートで相手の、防衛援軍と、あとはね、ディガインフェルノか、タウンホール13をケアしつつ、で、ディガーとホグライダーをね、一緒に流していくっていうね、こちらの編成ですね。まあ、少し前からね、結構見かけていたんですけども、今回のポイントとしては、投下兵舎ですね。投下兵舎を使うことによって、ディガーのルートも作ることができるし、で、ディガーを出していって、で、まあ、1層目あたりに差し掛かっていたら、まあ、ホグライダーとロイヤルチャンピオンを一緒にこう、入れていって、で、相手のヒーロー、アチャクやロイヤルチャンピオンが残ってたとしても、ディガーとロイヤルチャンピオンで処理してくれるんですよ。で、その間にね、ホグライダーが先行していって、防衛室を壊してくれて、こう DPS を下げることによって一緒にディガーとホグライダーがね生き残っていくっていうね、こちらの編成がね何やら強いらしくて、もうね悪用厳禁なんじゃないかっていうレベルで強いらしいんで、今回こちらの編成でねレジェンドアタックやってみたいなと思います。はい、そしたらね参りましょう。緊張する。こういうね、タウンホールがね、結構外側にあるような配置に対して、結構良かったりするらしいとなった。あー、ただ今回シングルインフェがあって嫌だな。シングルインフェがあって嫌なんだけれども。まあ、でも L 字のルートは結構作れそうな感じじゃないですか。もう簡単にもうサイドカットとか済ましちゃって、ここは。バルーンカのベビドラを出しつつ、で、アチャクイでしっかりとサイドカットの方をしていきながら、まあ、ルートを通らせていくようなイメージ。で、あとはね、シングルインフェ、まあ、ギガインフェもここのルートを通らせてしまえば、いると思うので、ここね通らせていきたいですね。であとはね、軽くちょいとウィズで金庫の方カットしていき、あーあるのね、嫌だな。まあ、バルーンでテスラのカットをしていきながら、あ、ちょっとサイドカット要因がそこまで多くはないんだけど、であとはね、ここですね、火力が高くなってきそう、アチャクイをこのねルートに、ね、通らせたいんですよ。オッケー。でキーガーインフィに対してしっかりとルート取りをしてって、であとはこっちですね、もうサイドカットもうこう入れていきましょう、早めに。あとはもうここ走らせるだけで全然ね前回いけると思います。でここの道に入んない、そっち行っちゃう、一旦タンマ、そっちじゃない、あ、ちゃっかりちょっと援軍処理できないよ、なんか一旦戻ってきてくんねえかな、戻って頼むから、戻らなさそうなんで出します。待って、クローク、やべえ、使っちゃった。で、援軍に関しては、しっかりですね、ヒールとか使ってって、で、さらにレイジもかけちゃって、もう余っちゃってるんで、で、ロイヤルチャンピオン入れてなかったんで、もうちょっとトームを使ってって、で、ホグたちが後から出てくるんで、これでしっかりと削りの方を行ってってもらって、どうなってる、今何がどうなってるのかわからない事件簿になってるんだけど、何がどうなって、投石機をロイヤルチャンピオンが壊してくれる、で、ディガーもしっかりと削ってくれて、逆にいい感じになってる。ちょっとペカヒー、上の方向でペカヒーがずっと捕まってるんですけど、で、ディガーたちはどうなってる、これもういいや、ちょっともう諦めムーブで、僕たちももういなくなっちゃって、あとはもうディガーのスペックに頼るしかない、新レベルディガー頼む。これどうだ、大砲たちをね、どんどん壊、でもなんやかんや、いい、怖い施設は、なんやかんやいろいろ削っててくれてるんで、あとはペカヒーがなんかいい感じ仕事してる。ペカヒーがいい感じ仕事してる、ちょっとでもターゲットのために、ウォールブレイカーたちを入れてって、で、テスラ、アーチャータバーを削るだけで、あとはこっから、さあ、ウォーデンゾーの方に向かっていかないけど、でもこれだけディガーまだ残ってるんで、あるかこれ、え、ある、あー待って、回収のユニット、そっち12時方向じゃない、そっちじゃねえ、あー待って、いやー二分された、惜しい、これワンチャンあった、ウォーデンゾー、いやでもディガーたちがまだ残ってるんで、ディガーたちね、ディガーって結構ね移動速度ねめっちゃ速いんですよ、ディガーたち移動速度が速いんで、
これで頼む、これでいらぬトラップめっちゃ起動いらぬトラップここに来て、そらすけがめっちゃ来て、どうだ棒伝送削ってくれるか、頼む、残り4秒、2、1で、惜しい、惜しかったね。でもこんなグダグダでもここまで伸びる編成なんですよ。はい、じゃあね、続いてやいきましょう。あー、これも嫌だな、投石機もあるし、まあ、とりあえず防衛援軍の処理と、あとはディガホグをどのように回すからな。まあまあまあ、でもまあ、あちゃく、まあ、とりあえずバルーンでトラップ確認をしていきな、ね、あー、いいですね、いい仕事しました、このバルーンで。あとはここからヒーラーをつけていって、で、やばい、対空砲に撃たれそうな位置に出しちゃったけど、大丈夫かな、いけるかな、 OK で、 OK、 火力薄いところで処理できるっていうのはだいぶ美味しいよ、だいぶ美味しいので、ここからビズ出していって、で、ラバーの処理をね、やっていきましょう。で、問題はね、どこにこう、削りのユニット出しましょうか。で、まあ、ポイズンを落としといて、で、ガゴとかで、しっかりとね、パピンの処理をやっていって、OK、OK、OK。で、ね、あとはね、あ、でも外周に結構、削り施設多いんで、とりあえずまあ、ここは乗り切っていきますね。で、防衛援軍の、処理、までね、見ていけました。で、さらに火力も高くなってくるので、ここで大砲防デゾーンに当たるので、サインに使っていって、削りを行うことによって、ディガホグのルートね、作っていきましょう。で、さあ、フリーズを使っていって、圧着位を固めていきながら、で、もう、ババキンを、ここに出しちゃいましょう。出しちゃって、もうルートをね、あらかた作っていきます。で、クイヒーが、いい感じに下の方向に流れてくると美味しい。いい感じに下の方向に流れてますね。もうこれだけで仕事は十分と言えるのではないでしょうか。じゃあ、あとはね、もうロイちゃんを、マルチインフェの区画の方に流していきながら、で、もう防電像をしっかりと、ね、流していって、で、ロイちゃんで、あー、そっちじゃない、そっちじゃない。で、あとは OK。さあ、ここまでもう下準備はもうできました。下準備はしていったので、さあ、ここから、しっかりと防電像をつけるのを忘れるっていうね、悲劇が起きたんだけど、で、ヒールをつけていって、で、1層目まで入っていったんで、さあ、ここから横打ち施設、横打ち施設をちょっと、ま、止めて、ディガホグ、ディガホグ頼む。ディガホグ、もうちょっときついんで、ここでヒールを耐えてって、まだ、ちょっとギガインフェに対してちょっと、ギガインフェに対して何もケアしてくれる人がいない。ギガインフェに向かってくれるおじさんたちがいないけど、オッケー、あ、でも、いいよ、ロイヤルチャンピオンがいい仕事をしている。で、さらに、ホグに、あ、待てよ、レイジかかってない。ちょっと待って、あとトームかかってなかった。トームどうなった、いや、ちょっとトームちょっと使いどころ見失って。あ、でも、OK、ディガにはかかったんで。これでさあ、まだクイヒーディガーは残ってるんで、あとは、ここですね。ベビドラとかでターゲット取ってあげて、アーチャーカバーを、こうね、削ってあげることによって、こう、なんだろう。ルートね、作っていきましょう。で、まだ、の、OK、OK、投石機で、ロイちゃんが、OK。で、ディガヒーの形になって、で、いいよ、いいよ。悪くない。いける。で、あとはもう、ここ削っておこう。ここ削ることによって、さあ、頼む。今回こそは全開まで行きたい。で、圧着能力使ってないんで、能力使って、こう、火力を上げていこう。で、いけるか、頼む。全開を取りたい。ウォールブレイカー、そして鎖すぎなんだけど、いや、いける。え、本当にこんなグダっててもいける。全開、来た。ね、さっきの1回目の攻めといい、ちょっとグダってもね、かなり伸びるのよ。はい、3回目のアタック参りましょう。あ、こういうところにね、そうだな、マルチインフェに対してギガインフェに対してこうやっていきたかったんだけど、どういこうか、迷うけど、じゃもうとりあえずまあバルーンとかで まあね、いつものようにカットの方ねやっていきましょう。で、対空爆弾を吸って、あー、美味しい、2個も吸ってくれて、で、落下ダメも相まって、で、いいよ。これは、いい。初期の段階では、いい感じ。で、ヒーラーをつけてって、まあ、ババキンとかもね、処理をしてって。確かね、70vs65 だったら勝てるみたいな話聞いたことあるんですけど、どうでしょう？勝てるかな？あ、勝てるんだ。やっぱ勝てるってね、言うような話をね、そんな話をね、聞いてたんで、お、これはいけるパターンあるぞ。いける口か？どうだ？で、あとはね、援軍をどうやって釣ろうか。援軍をね、どうやって釣っていこうかな。火力高いし、あとね、ディガーたちのルートをどうしようかってね、今ね、考えてる。あー、待って。で、ちょっと、ホーミングチェックも兼ねて、しっかりとね、バルーンを入れていきながら、
ちゃんとね、施設の方のやっていきましょう。で、ここのルート、オッケー、ホーミング吸ってくれて美味しい。美味しくない。スケトラが出すぎだよ。なんでこのスケトラの量。このスケトラの量なんだよ。びっくりしたわ。で、さあ、レイジョ使ってって、まあ、ロイヤルチャンピオンで火力も高いんで、いいよいいよ。ここね、通していきましょう。で、透析機とかに当たってくるね。透析機の火力やばいな。で、これで施設のカットもしっかりとしていきながら、まだレイジもね、全然余ってるんで、ここからアチャクイ下の方向に向かってほしいな。アチャクイちゃん頼むよ。お願いだよ。俺の言うこと聞いてね。で、アチャクイがターゲット取ってるんで、こっからね、もう、変な方向に、待って待って、これ施設カットしていかないと、ちょっと無理じゃない？対空砲、じゃ、援軍どう釣ろうか。援軍ヒーラー撃たれてるんで、待って、あー、やべ、ヒーラーやられた。やべ、ヒーラーやられた。あ、待って待って待って、どうしよう、アチャクイクローク使ってって。で、援軍はなんだ？あ、援軍、はいはいはい、じゃあ、投下兵舎でしっかりとカットの方をやっていきながら、まあ、援軍処理も兼ねていきます。援軍処理も兼ねていって、で、ちゃんとネクロマーサーたちにポイズンがかかるように設置していって、いや、っていうかもう時間がね、時間がない、時間が全然ね、待って、ホグで対空砲削っていきながら、ね、ちょっとルートを作っていきましょう。ルートを作っていって、で、対空砲削ってもらったら、あとはディガーたちをこう入れていって、で、ボーデン。で、ロイちゃんもつけて、さあ、ヒーロー耐えてって、で、あとは後ろからホグですね。後ろからホグをつけてって、しっかりと展開していきましょう。で、フリーズを使ってて、頼む。これはどうだ？どんどん進行してもらって。で、ここで、トームを使っていって、ホグディガーを守っていきます。いけるか、これ。頼む。トルネがここに来てつらい。で、ヒーローをさらに使ってって、守っていきましょう。守ってって、どうだ、これ。で、ちょっとイーグルホ止めとこう。イーグルホを一旦止めて、あー、ダメだ、これグダグダだった。グダグダだった。で、そして時間ももうねえし、どこにユニットたちいる。レイジオもちょっと、あー、ちょっと惜しい。3連続前回ならなかった。いやね、これクラン対戦とかでね、ちゃんとルートをね、見定めてやりたいね。レジェンドアタックとかでやるとね、結構 俺の場合は PS ないからね、事故るのよ。では本日ラストアタック参りましょう。ラストぐらいはね、前回取ってみたいもんですね。取ってみたい。あ、じゃあここはもう、ちゃんとルートを作っちゃっていけばいけると思うんで、バルーンカーの、おっきゃ美味しいベビドラで、ちゃんとね、エースのカットしていって、で、アチャクイからの、クイヒーですね、展開していって、で、からの、オッケー、ターゲット取ったのを見て、しっかりとね、待って、壁開く、開かない、ギリギリ開かなかった。やべ、ここ入れて、で、アチャクイこれ壁殴ってくんねんから、まーちゃん。あ、でもアチャクイこの角度だったら、あれか、この角度だったら、まあ、タウンホールとか入ってって、いい感じに対空砲も折ってくれるよね。くれた。で、火力が高いんで、ちゃんと令状をかけていってあげて、中にね、入れていきましょう。中に出していきましょう。で、そして、あとはこっち逆サイドですね。ここのルートを通ってくれれば、まあ、あとは怖いもんないんで、で、アイスゴーレムに関してはもう仕方でいいかな。ポイズンとかもそんな使わなくていいよね。で、もうあらかた時間も結構、結構ね、余裕見ていきたいので、ここからもうババキンを出していって、しっかりとね、ルートを作れそうな感じにしておいて、ここからペッカービーズを展開していきます。いいですよ、流れとしては悪くない。ずっとね、アチャクイが捕まってるのがすごい嫌なんですけど、ただまあ、ここまで進行してくれれば、あとはルートを取らせていくっていう感じになると思うので、で、レイジを使ってってしっかりと、で、あとはね、もうちょっとクローク使っとこう。で、からのギガ嵐で、中に入れていきます。で、ロイちゃん、ウォーデンで、1層目入るタイミングでさ、ここに対してヒーロー落としていって、ホグたちを守っていきます。これ完璧じゃない、完璧すぎやしない。で、さあ、こっからしっかりと、もうそろそろトームの方を耐えていって、ホグディガを守っていくムーブで、ここですね。あ、ここヒールいらなかったの、多分。ヒールいらなかった説があるけど、でも、ホグディガーたちがしっかりと回ってってくれて、で、どこにフリーズ落とそう。こっちだな。投石機とかそろそろ、近くなってくると思うんで、これによって、どんどん回ってってもらって、いや、でも待ってよ。きついか。やばい、きつい。変な方向に打つべきじゃなかった。こいつらに、ちょっと待って、ホグたちがね、やばいんだよね。ホグたちがやばい。で、あとは、もう、でもここのエリアを乗り切ってくれると、あとはまだロイちゃんも生き残ってて、で、さらにこれですね、ロイちゃん生き残ってるんで、こっからちゃんとロイちゃんたちが仕事をしてくれればあるんじゃないか。どうだ、わからない。ちょっときつい感じになったけど、さあ、能力解放してって、体力も回復、さあ、アーチャータワーも壊してて、
DPS を下げていきながら、どうだあるか、あーってバーキンが落ちてしまった。惜しいアチャクイたちがギガインフィを壊してくれなかったから、ちょっと惜しかったら、これどうだ、キャンプに回ってギガインフィの火力高え。さあ、そう、範囲も広いからさ、どうだ、ワンチャンある。最後いなくなった。そして誰も、星1の 99% だった最後。はい、ということで今回はですね、クイヒーディガホグ編成が強いっていうので、レジェンドアタックやってみたっていう動画お送りしていきました。まあやってみた感想としてはね、なんかね、グダグダになってもね、前回取れてる場面もありましたし、結構ね、伸びるので、まあとりあえず、タウンホール、壊せて、で、援軍も処理できて、で、L 字のルートとかね、作れるような配置だったらね、結構ね、イエティ対策配置がね、最近増えてきたんで、そういった配置にね、クイヒーディガホグ刺さりやすいっていう話聞いたのでね、ぜひともタウンホール13の方とかね、やってみてはいかがでしょうか。で、これからもね、毎日クラクラ動画投稿していきますので、まだチャンネル登録してないよーって方がいましょう。ぜひとも登録お願いいたします。で、この動画面白かったためになったのって思ったらグッドボタンやコメント。で、最後におすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。